さんこんにちは。広島県出身アラサー宮春こと宮川遥です。今回は神戸市北区神戸電鉄西鈴蘭台駅近くにやってきました。この後レジャー施設にも行く予定ですので、ぜひ皆さんお楽しみに。家族で住める街を求めて訪れたのは神戸市の北東北区。神戸市のおよそ 40% の面積を占める地域で、人口はおよそ20万人。訪れた西鈴蘭台駅周辺は住宅街となっていて、飲食店やスーパーなど日常生活には困りません。初めて見たんですけど、神戸市北区で見つけたママが喜ぶ家。グルメの他に宮春初体験、遊べる施設も満載。住みたくなる街を徹底調査、住めば都。さあ、西鈴蘭台駅前、もう駅前すぐにスーパーがあったり、100円均一のショップなんかもありますね。そして西鈴蘭台駅から車で5分ほど、205ヘクタールの広大な敷地に、自然を十分に生かした広場やキャンプ場、温泉やさまざまなレクリエーションが楽しめる神戸市の施設、幸せの村へとやってきました。ここはバーベキュー場です。あのね、敷地がものすごく広くて、こういろんなスポットがあるんですが、この後住めば都でも初のちょっと貴重な体験をさせていただけるということで、そちらにも行ってみたいと思います。全力で楽しみます。こんにちは。ちょっとお話伺ってもいいですか？あら、子供たちも、やっほー、こんにちは。私たちが子供の時から、これ開けて、これ開けて、これ開けて、子供の頃からでママになっても、あ、そうですね、子供たちと、これ開けて、あるわ、子供がいたら駐車料金がいらないとか、そういうゲップした子供がいたらすごい優遇 されるので。そうかそうか、はい、まあ、子供にも優しいし、そうですね、パパもママも嬉しい。そうですね、これも機材とかもあるから荷物も少なくて済みますし、はいはい、バーベキュー場に続いてやってきたのは幸せの村にあるバジ公園。なんと宮春が生まれて初めてという乗馬体験ができる施設です。見てください。今から乗馬体験をさせていただけるということで、ちょっとお馬さんがもうすでに待機していただいているので行ってみましょう。で、右手ここ押さえていただいていいんで、はい、大きく乗ってていいの？はい、またいでいきましょう。ほよいしょ、はい、うわ、でこちら側もあぶみをちょっと踏んでいただいて、もうちょっと前の方に座りましょう。はい、で両手を置けて怖い怖い怖い、大丈夫ですよ。はい、でそこで持っていただいて、でも安定感ある。はい、いいのっていう安定感めっちゃあります。はい、はい、じゃあ背中しっかりと伸ばしていただいて、あ、これ背中伸ばすの大事かも。そうですね、で必ず波足っていう今歩き方してるんですけど、はい、4拍子で揺れてるので、そのままこう4拍子で揺れに合わせてもらって、お尻が多分ちっちゃな8の字を描いてるような感じで多分歩いてると思うんですね。あ、本当だ、はい、本当だ、本当だ、はい、最初は怖がっていた宮春ですが、なかなか様になっているんじゃないですか。なんとこの乗馬体験、グラウンド一周500円という料金で体験できちゃうんです。めちゃめちゃ楽しいです。揺れてるだけでもこうインナーマッスルが鍛えられるので。あ、そうなんですか。そうなんです。だから明日になるとひょっとしたらこうちょっとなんか、なんだろうなこれはっていう。こう揺れるんですけどね、この揺れが本当に心地よかったです。安定感抜群でした。馬に触れ合えて、なんと自分のインナーマッスルまで鍛えられるという乗馬体験、楽しいですよ。さあ、子ども向けのアスレチック場にやってまいりました。まあ、若干29歳ですが、ちょっと子ども心を取り戻すためにもいくつか遊んでいきたいなと思います。
まずはアスレチックの定番ジップライン。よいしょ。おー、いけた。楽しい、やっぱり楽しい。何歳になっても楽しいです、ジップライン。続いてはじゃん、イカダに来ました。その名の通り池の上に立派なイカダが、すごい、なんか優雅。こちら大人2人子供3人までと家族で楽しめます。アメンボがいたりトンボが飛んでたりね、ちょっとその自然も楽しみながら景色も楽しみながら乗れます。改めてこの幸せの村ってこうどんなところなんですか？子供から年配の方、障害のある方、みんなが楽しんでいただける総合福祉ゾーンとなっています。どんな方が遊びに来られますか？そうですね、平日はやっぱりご高齢の方がのんびりお散歩とかですね、されていることが多いです。休日になるとやはり家族連れで、はい、にぎわいます。この辺りってどんなところなのかなっていう、昔の街道があったりですね、有馬温泉とかは有名ですし、はい、お寺とかね、神社とかもありますし、なんかこう昔を、歴史をこう思い出すような、思い出せるような場所も、はい、北区にはありますので、はい、そういうところをこう探して訪ねてみるのもいいかと思います。完全無料で楽しめるトリム園地、子ども向けのアスレチック遊具が30近くあるそうです。西スズランダ駅の方に戻ってきました。乗馬心地よかったですね。楽しかったな。ちょっとお腹空いたんでご飯食べたいなと思うんですが、なんかちょっとオレンジ色が目につく、玄米って書いてある、こちら入ってみましょうか。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。いらっしゃいませ。ちょっとご飯食べたいなと思って来たんですけど、はい、あ、いいですか？失礼します。すいません。こちらはどんなコンセプトのお店なんですか？家庭のご飯を毎日食べてもらうためにできたお店です。へー、はい。じゃあもう本当に毎日来られる方？そうですね、毎日来られる方がもうほとんどって感じで電気屋がうちの両親がしてまして、私が娘になるんですけど、で10年前にちょうどここのお店を作りたいなっていうのは、やっぱり地域のお年寄りの方に育ててもらったというか、それの、はい、恩返しがしたいなと思って、毎日来ていただける居場所を作りたいなと思ったのがきっかけで、はい、お店を始めさせてもらいました。まさにご近所に住む方々の食堂となっているこちらのお店、ご飯は栄養満点の玄米を使うなど自然食にこだわっています。すいません、お待たせいたしました、日帰り定食でございます。おー、すごい品目の量。この日の日替わりメニューは豚肉とナスのトマト煮込みをメインに、他にも栄養に気を使った小鉢3品と味噌汁がつく贅沢な5品。健康に良さそうなメニューが嬉しいですよね。結構甘みも感じますね。そうですね、トマトの甘みと野菜の甘み一緒に煮込んでるので、うんうん、そうですね、野菜の甘みが出てますね。お肉もナスもすごいしっとり柔らかくてありがとうございます。結構すぐなくなりましたいつも食べてしばらくしてから喋り始めるんですけど、はい、あ、本当ですか？早めに飲み込んじゃいましたありがとうございます。ちょっとどうしても気になるこの、はい、あ、本当ですか？何でしたっけ、いちじくとベビーリーフのマリネです。いちじくとベビーリーフのマリネ、はい、想像がつかないんですけどあ、美味しい。あ、本当ですか？よかったですありがとうございます。なんかでもちょっとやっぱデザートみたいです。あ、本当ですか？はい、さっぱりして、でもいちじくの甘みもそうですね、ちゃんとあるんですよ。 ありがとうございます。合うんだ。そうなんです、もうなんか野菜感覚でサラダ感覚で進みます、はい、食べるのに夢中ですが、町についても聞いてみましょうか。この辺りでまあお店やられてて、はいはい、どんな町かなっていうのを伺いたくて。そうですね、
基本的にはあのお年寄りが多いってよく言われるんですよ、この辺り。でもあのお年寄りの方もすごい皆さん優しいですし、やっぱり私2歳の子供を育てているのでやっぱり皆さんこう街があったかいというか子育てしやすいなっていうのは感じます。はいはい、はい、街で街みんなでこう、はい、子供を育てていく、見守っていくみたいな。そうですね、はい、なんかスーパー行ってもあの私の娘の名前リコちゃんリコちゃんって呼んでくれますし、そうなんです、みんなあったかいというか子育てしやすいなっていうのはすごく子育てしてて感じます。みんなの方が身内みたいな、はい、雰囲気がしますね。本当にそんな感じで、はい、気さくな店長さんが振る舞ってくれる健康定食、近所にあれば確かに通いたくなりますね。この後はママが喜ぶ家。神戸市のおよそ 40% を占めるおよそ20万人が暮らす北区。今回は住宅街の広がる西鈴蘭台駅近くの住めば都の物件を紹介します。さあ本日ご紹介いただく物件の前にやってまいりました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、マリンホームのあずしと申します。よろしくお願いいたします。マリンホームのあずしさんです。よろしくお願いいたします。今日ご紹介する住めば都な物件は神戸電鉄西鈴蘭台駅から徒歩10分、閑静な住宅街に立つ 4LDK です。まずは今日ご紹介いただく物件、はい、どんなコンセプトのお家ですか？でママが喜ぶ家づくりというのがもう創業当初からのコンセプトとなっておりまして、いい、ね、まあ、そちらを、はい、ぎゅっと詰め込んだ全9区画の宅地になるんですけれども、はい、そのうちの1軒ご紹介させていただければと。真っ白の外壁、はい、素敵ですね。外壁サイディング材なんですけれども光触媒のものを使っているので、まあ、汚れがつきにくいですとか水拭きですぐ落ちるような加工が最初から、はい、されているものになります。今我々がいるのが、はい、お家の前の駐車場部分で2台は余裕で止められますね。そうですね、2台は、はい、止めていただけるような作りになってます。すごく広々としてます。置き配対応の鍵付き宅配ボックスも備えます。これちょっとママが喜ぶ、ね、笑顔になるような、はい、そうです、そこ入れておいてくださいっていうのが、はい、できるので、はい、早速入ろうとした矢先に、おどうぞ。ちょっと待ってください。今の見ました？今の何？ポケットにあの鍵を入れてるだけでボタンをここですとかできるタイプのものになってます。両手でも荷物いっぱい持ってて も, もうあのそのままもボタンを押すだけであの受けていただけるので、はい、すごい、はい、コンセプトバッチリです ね, ですね。早速ここでかなり高ポイントです。ここで、はい、お客様からもご好評いただいてま す, すごい、はい、お邪魔します。どうぞ。おお、広い収納、はい、ドマ収納、ね、なんかベビーカーとかも。あ、そうですね、はい、ここがリビングになります。はい、リビング明るい。明るいですね、はい、一応東側に位置しているので、はい、お庭がいい風入ってきてますね。ちょっとお庭が広されてるので、はい、すごいですよ、はい、相当広い。キッチンはおしゃれな下がり天井のアイランドキッチンです。キッチンに立って、はい、リビング、ダイニング、全部に目が届くんで、嬉しいです。はい、はい、この状態で触ってなかった、触ってなかった。蛇口を触らず水の出る、清潔なセンサー式水栓です。ハンバーグこねてて、そうですこの状態でも状態で、はい、噛んでいけるんですね。はい、その状態で、はい、止めていただけるの、はい、壁には便利なコンセントが2箇所だけじゃないんです。ここにも、嘘、はい、すごい。隠しコンセントが、はい、まあ、ブレンダーとかですね調理器具とか使っていただく際もこちらから電源、はい、ご使用いただけるので。今のはちょっとテンション上がりました、はい、ママが喜ぶ収納も充実しています。床には床下収納も。キッチン裏が水回り、明るっそうですね、窓が、はい、あの採光を取れるようにこちらに窓を設けているので、なのであのかなり明るいです。明るく広めの洗面台を採用。手をかざすと水が出るような、はい、お店と同じような、ね、
化粧品やタオルなどたくさんしまえるよう、洗面所ももちろん収納満載。これもママにとっては嬉しいですよね。これです。はい、こちらです。見て。なんとガス乾燥機を標準で装備しているんです。こちらも標準仕様になるんですけれども、もうあの奥様からというか、まあもうあのお客様からもう大好評いただいてます。乾くのが早いっていうのと、あとは電気のものに比べるとお安い。タオルとかにするとふわふわに、あのコインランドリーの乾燥機を思い浮かべていただくとイメージしやすいかなと思うんですが、じゃあ毎回タオルふわふわ、毎回タオルふわふわに。それは欲しい。またこの物件はガス温水床暖房が LDK の3箇所に設置されています。ガス機器が多いですが、給湯器は発電のできるガス給湯器エネファームを採用。実は省エネ仕様なんです。実はこの物件、あの太陽光とエネファームが載ってる物件になりまして、どんだけエネファームが発電していて、で今おいくら、あのいくら電気買ってますみたいなのが一目一目で、はい、見れるリモコンになります。設置住宅と申しまして、ゼロエネルギーハウスの頭文字を取ったものになるんですけれども、消費する電力より発電する電力の方が多い、もしくはほぼほぼイコールっていう、あの環境に優しいお家ですっていう、はい、あの承認をもらってるお家になります。もう一つ設置住宅のメリットがありまして、はい、新築住宅大体80万円ぐらいいただけるものになるんですけれども、今回の設置住宅を所得しているので、その間の対象補助金のまず対象になるっていうのがお一つと、あとはあの住宅ローン控除で、あの、まあ、自治住宅かそうじゃないかで結構あの差があるんですが、そちらでも大きい額、はい、あの控除を受けていただけるっていうのがもう一つの、はい、メリットになります。ママに優しい、はい、環境に優しい、お財布に優しい。またこの家は1階がリビングですが、実は大きなメリットがありました。ここ階段になってるんですけれども、で、まあ、ここあの玄関から入ってくる扉なんですが、まあ、お子さんが帰ってこられた時にあの家族の空間を通っていた、あの 通るような動線にしているので、まあ挨拶ですとか、はい、あの家族とお話しできるような時間が、はい、増える。本当だ、今思いました、はい、だいたい結構玄関出て、ね、はい、入ってこうすぐ階段とかやったのが、はい、絶対にお母さんと顔を合わせてからじゃないと上に行けないっていう、絶対に家族と顔を合わせないと上に悪いことができますよね。そうですね。でもそれで会話もね、もちろん増えますし、はい、安心事もね、はい、増えそうでいいですね、はい、なんでなるべく家族とお話しできるような時間をと、あの取っていただけるようにこのような間取りに、はい、今回はしております。はい、それでは2階も拝見しましょう。おー、あ、ここが、はい、主寝室。主寝室は明るい 7.1 畳です。すごい広い、はい、結構広めに、はい、ウォークインクローゼットテンション上がるわ。ありがとうございます。たっぷりだ。そうですね、まあ、今ちょっとお洋服かけてるんですけど、はい、こんな感じで、はい、お洋服かけていただけて、はい、で上にも置いて物を置いていただけるので、はい、なんで衣替えとかもパパッと、はい、ここはあれなんですね、はい、この扉がないんですね。そうですね、仕切りとか、はい、一応そうですね、あの仕切りを設けてしまうとやはりちょっと空間上狭く見えてしまうので、でウォークインクローゼットは、はい、は扉なしっていうような形で、はい、させていただいております。こちら側にもね、はい、大きい窓が。そうですね、はい、で 今電気ついてないんですけど、はい、すごく明るいすごく明るいです、はい、ありがとうございます。鍵どこにあるか分かりますか。あれ、ほんと待ってよ鍵が実は、はい、あ、え、実はあ、そうなんですよ、開きました。待って待って待って、はい、鍵は中央になく取っ手を引くと外れます。こういうやつ、そうですね、こういうやつがつくんですけれども、まあ、あの防犯上ですね、あのもう鍵が外から見てどこについてるかっていうのがもう分からないので、はい、かなり安全性の高いものに、はい、なってます。初めて見ました、はい、このタイプの窓2階は主寝室以外に3部屋ある、合わせて4部屋の間取り。こっちも明るい、はい、おクローゼットが、はい、
そうです。こちらも仕切りというかドアがない、はい、そうですね。クローゼットには仕切りがなく自由度の高い設計です。お部屋の自由度が上がるので必ずここに物を置かなくてもあの別のところに置いていただけたりとか、はい、ここに机を置いてもいいんですもんね、はい、そうですね、ここに机を置いていただいても、はい、ここでも別にいいですもんね、はい、もういいですし、はい、ここになんか物とか置いてこう、はい、そうですね。あ、面白いな、はい、はいはい、お願いします。こちらも鍵が実はここに。あここじゃないんだ。ここじゃないんですよ。こっちについてまして、これを今解除していただくと、よいしょ、お、この形で、あ、広い、あ、そうですね、広い広い、結構広めに、はい、作っております。この幅もしっかりある、はい、屋外水栓もあります。外部水栓、はい、設けてるので、まあ、のバルコニーのお掃除ですとか、あとあのお子様の靴とかですね、ちゃちゃっと洗っていただけるように、はい、外でパパッと洗っていただけるように水栓ついております。駅徒歩10分、こちらの 4LDK の物件の気になるお値段は。気になるのはやっぱりそれだけモリモリだとお値段がどうかなっていう、はいはい、そうですね、はい、では、お値段なんですけれども、5万円となっております。あ、びっくりしました。本当ですか、はい、神戸電鉄の西スズランダ駅から徒歩10分、2階建て 4LDK の物件。ポイントをおさらいすると、ママが喜ぶ家事動線、ママが喜ぶ玄関やガス乾燥機など設備充実、エネファーム太陽光発電で省エネ性高いゼッチ住宅。果たしてお値段は。それだけモリモリだとお値段がどうかなっていう、はいはい、4LDK 延べ床 101.23 平米で、ね、お値段3780万円となっております。びっくりしました。本当ですか、はい、もっとするかと思っちゃったんで、はい、まっすぐ売れちゃいそうです。タルミクの方で玄関直通でそのままリビングに行けるような物件などもございますので、はい、そちらの方もぜひ皆様ご覧いただければと思いますので。マリンホームでは他にも神戸市内に平屋建てなど様々な家を販売中です。紹介した物件など興味を持たれた方はマリンホームまでお問い合わせください。今回訪れた神戸市北区西スズランダ駅周辺は飲食店などが立ち並び、少し足を伸ばせば幸せの村などのレジャー施設もある魅力のあふれた街でした。住めば都、果たして宮春は次回どんな街を訪れるのか。次の街にも乞うご期待です。